震災や水害などの災害が発生した際にいち早く求められるのはライフライン、すなわち人々の生活に必要不可欠な水道、電気、ガスなどの復旧になります。渡辺パイプは水道メーカー様6社とライフラインネットという緊急時の資材供給体制を整えています。ライフラインネットは地震および甚大な土砂災害、水害などが発生した際に被災地の救援活動として渡辺パイプからメーカー様へ復旧資材の確保を依頼し、全国観光事業協同組合連合会と協力しながら資材を現場へ配送する支援システムです。2004年に発生した新潟県中越地震を契機に渡辺パイプが設立を呼びかけ、三角メーカー様6社と発足に合わせ災害復旧支援マニュアルを作り上げました。その後、全国観光事業協同組合連合会の賛同を得て、災害時における応急復旧応援協力に関わる覚書の調印に至っております。47都道府県にあるおよそ300カ所の渡辺パイプの拠点から三角メーカー様6社と連携して全国の災害発生地へ資材供給が可能です。気象庁発表の震度6以上で渡辺パイプ本社より指導発令、発生後8時間以内に対策本部を、被災地に対策室を設置、三角メーカー様へ支援を要請します。三角メーカー様は対策本部要請の内容に基づき復旧資材を渡辺パイプの拠点へ届けます。2011年3月、東日本大震災発生時、ライフラインネットは水の供給の流れを決して途切れさせないという使命感のもと、速やかに連携し水道復旧工事に大きく貢献しました。平時からの事前の取り組みが災害時の連携をスムーズにし、震災時に迷わず行動に移すことができました。三角メーカー様6社の復旧資材はいずれもライフラインの供給に欠かせない配水管や給水管、下水管などであり、渡辺パイプではこれらの復旧・防災資材を各物流センターや営業所に常時備蓄しております。今後も各地区の観光事組合様、メーカー様との強固かつ柔軟な支援ネットワークとともに生活インフラ作りに貢献してまいります。